6選手が登場しまして、準優勝戦は2つ目第11レースが始まりました。6選手バックストレッチ側、作戦待機行動、動きはありません。出走メンバーは1号艇杉田徳光、2号艇木下陽介、3号艇後藤博士、4号艇田上進、5号艇伏田博隆、6号艇深水慎一郎、以上6選手の対戦です。スタートまでは1分を切りました。ターンマークの横イン1コースは1号艇の杉田徳光。このカードは人気を集めました。杉田、昨日は連勝ゴールを挙げて予選トップ通過を果たしました。ここは勝って明日のファイナル1枠を手にしたいところ。2コースは2号艇の木下陽介、地元メンバーの木下、ここは2コース戦から逆転を狙っていきます。センター3コースには3号艇の後藤博士、後藤は前半レース勝ち星を挙げて弾みをつけてきました。引いて角1、4コースは4号艇の田上進、5コースは5号艇の伏田博隆、サイアウト6コース6号艇深水慎一郎、外枠3人も地元メンバーです。スタイルは3対3と分かれました。スタートまでは10秒を切りました。準優勝戦第11レース、並び合うちから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。2コース2号艇の木下好スタート、アウト6コースから6号艇の深水も行きます。さあ1周1マークは2コースから2番の木下、2段でまくっていく6号艇の深水、6コースから一気にまくりを見せるか、内側からは4番、1番、5番対次で旋回しますが、まくった6号艇の深水が先頭、リードは2点進でバック中央を通過していきます。2番手は4号艇高見続いていますが、すぐ後ろには1号艇の杉田、あるいは5番、2番と、このあたりは混戦。スタートは前提正常でした。1周2マーク6号艇の深水が先頭、そして2番手は4号艇の田上、4番の玉上がわずかなリードを取って直線コースに変わりました。先頭から6番、4番、3番手は内を通って5号艇の下が優勢、外から一定審査1号艇杉田が追っていきます。レースは2周目の第1ターンマーク、先頭は6号艇の深水がリードを広げています。2番手は4号艇の田上が続いて、3番手ですが5号艇の下が先取って、2号艇の木下、さらには1号艇の杉田と追っていきますが、3番手は3艇、現在は固まった状態、わずかに5号艇の下が優勢ですが、すぐ後ろからは1号艇杉田が追って、レースは2周目2マークの旋回です。先頭6号艇の深水、2番手は4号艇高見、この両選手は抜け出してホームストレッチ、3番手は5号艇の伏田が先に回って内側から行く1号艇の杉田ですが、前との差現在は一定進、上位体系は6番、4番、5番で最終周回入りました。差がなく追っていく1号艇の杉田、後ろですが3艇進、後方に2号艇木下、4番手、5番手、最後方は3号艇の後藤が追走しています。最終周回の1マーク、3番手、5号艇の千田、少し外に流れた間に内側からやってきました1号艇の杉田、土壇場3番手、3位となりまして残り半周を切っていきます。先頭は独走になりました6号艇の深水、このレースは6コースからのまくり観光です。2番手は4号艇の高見ががっちりキープして、そして3番手、内側から2号艇木下もやってきますが、かわした1号艇の杉田がわずかに3番手か、3番手は接戦でゴールへ向かっていきます。先頭6番の深水、2着は4番高見、ゴールイン、3番手争いはどうか、1番の杉田わずかに優勢、内に5号艇の伏田、後方は2番、3番、ゴールインです。